今日は僕がみんなに質問をするので、その質問に答えてもらうような形で動画を見てください。一緒にシャドーイングしながら日本語を聞いてもらうと、日本語のリズムに慣れることもできるので、みんなやっていってね。では始めていきましょう。問題1大丈夫熱がある大丈夫ですか熱がありますか Are you okay? ?Do you have a fever? か答例ううん、熱はない。いえ、熱はないです。No, I don't have a fever。回答例ううん、微熱がある。はい、微熱があります。 Yes, I have a slight fever. タメグチだと、ノーは、うーん、ね。うーん。ちょっと、発音がむずいけど、練習してタメグチでも言えるようになろう。体温を言うときは、37度5分のように、何々度、何々部って言ったら大丈夫。問題に、 体の調子はどう体の調子はどうですか How are you 回答例1ちょっとしんどいちょっとしんどいです kinda sick. 回答例2。 頭が痛い。頭が痛いです。I have a headache. 私は病気ですっていう言い方を習った人もおるかと思うけど、私は病気ですって言うと、大変な病気だと勘違いされるかも。しんどいってめっちゃ便利な単語で、Sick, tired, tiring. ノイみたいにいろんな意味で使えるからぜひみんなも使ってみてなあと僕ちょっと」って言葉めっちゃ使うんやけどこれも便利何か言いにくいことを相手に伝えるときは「ちょっと」をつけると印象が良くなるでこれを使いこなせるようになったらめっちゃ日本人ネイティブっぽく聞こえるから使ってみてみんなならできる問題3 病院行った方がいいよ。病院に行った方がいいですよ。You should go to hospital. 回答例1。そうだね。明日行く。そうですね。明日行きます。That's right. I'll go tomorrow. 回答例に、ただの風邪だよ。寝たら治る。ただの風邪ですよ。寝たら治ります。It's only a cold. It'll go away after I sleep. 日本ではちょっと体調が悪くなったらすぐに病院に行く文化があるよ。日本に住んでいる人はみんな保険に入ってて 比較的安くお医者さんに見てもらえるから結構気軽に病院に行くねでも薬を使わずに自力で治すぞっていう頑固な人もいますみんなはどっち派かな問題4食欲はある食欲はありますか ?Do you have an appetite? 回答例1うんお腹が痛いいえお腹が痛いです no, I have a stomachache. 回答例2うんめっちゃ腹減ったはいすごくお腹がすきました Yes I'm very hungry さっきも出てきた。何々が痛い。このように何々が痛いって言うと、ぶわぶわハイツっていう意味になるで。体が痛い。心が痛いとか。みんなのレベルならいろんな言い方を知ってると思うけど、i'm hungry はめっちゃ言い方があるよな。アニメの主人公がよく言う。腹減ったとかお腹が減った。お腹すいた。 お腹ペコペコとか友達には腹減った丁寧に話すときはお腹が空いたっていうといいと思う「お腹ペコペコ」はちょっと子供っぽいから使わないほうがいいかも問題5他に何か症状はある他に何か症状はありますか Do you have any other symptoms? 回答例1他は大丈夫他は大丈夫です Everything else is alright 回答例2あと鼻水が止まらないあと鼻水が止まりません And I have runny nose. runny nose は日本語に直接翻訳できません。日本語では、鼻水って言って、鼻から出てくる水っていう表現をします。だから、鼻水がありますとは言わずに、鼻水が止まらないとか、鼻水が出ますって言う方が自然に聞こえるよ。 ここからはトピックが変わって日常で使われる内容になるよ。あと残り2問。頑張っていきましょう。問題だい6あしまでの宿題、手だいかしうか。明日までの宿題、手を貸しましょうか。Do you want me to give you r hand with your homework for tomorrow? 回答例うれい1だいじ もうちょっとで終わる。大丈夫です。もう少しで終わります。I'm alright. I'm almost finished. か答例うにありがとう。手伝ってくれないありがとうございます。手伝ってくれませんか ?Thank you.could you help me? 手を貸す」と「手伝う」は同じように使えるけど「手を貸す」はイディオムだからちょっとかっこよく聞こえるかもねカジュアルな場面でもフォーマルな場面でも使えるから安心して使ってみよう問題7てか給料日までお金足りるのそういえば給料日までお金足りるんですか By the way, do you have enough money until your payday? カイトん、余裕だよ。もちろんです。余裕ですよ。of course, I have plenty. カイトーレばい、助けて。やばいです。 助けてください、oh, no. Save me. みんな多分もう知ってると思うけどやばいはいろんな意味で使われるけど今回は悪い意味で使われてるねいい意味でも使われるけど基本的には悪い意味で使われるってことは覚えておいてね余裕も便利な言葉で It's a piece of cake. I have plenty. I can afford it. みたいにいろんな意味があるよ。お疲れ様でした。最後まで一緒に勉強してくれたみんな、本当にすごいです。毎日ちょっとずつでも日本語に触れるだけで、みんなの日本語は必ず上手になるから、これからも一緒に頑張っていきましょう。 明日も新しいショート動画が出てくるので楽しみにしていてください。ありがとうございました。したトッつさん、ナなたさん、ロバッツさん、アリティさん、メアリーさん、トムさん、ランルさん、フェデリコさん、ディアナさん、カリーさん、アンダレさん、メイメイさん、ビビアナさん、ルークさん、 ティアさん、ブルーノさん、ワイさん、シモネさん応援本当にありがとうございます <laughs>